はい、皆さんこんにちは、すきです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、ご神木前の道路に来ております。左を見れば切り株が見えます。あちら左手側がですね、ご神木で丘の上という形になってますけど、今日はですね、ちょっと急じゃないんですけど、先にやっとかないかなっていうことがありましたので、その作業をしたいと思います。先日ちょっと前ですね、2、3週間前に台風が2個ぐらいこうかすってっちゅうか、風だけ置いてきやがってみたいな日があったんですけど、その時にですね、やっぱりご神木とかその周辺に生えてる木の枝ですね、葉っぱとかじゃないんですよ、もう枝がどんどん落ちてきて、それが落ちたまんま車でですね、ボリッバリッってで触らないかんとですよね。なんでちょっと落ち葉っていうよりも枝です。なんで竹ぼうきがちょっと通用するかわかんないので、こいつ先に熊手でちょっと大きいものをどかして、その後に竹ぼうきで処理をしていくという作業をしていきたいと思います。もうね、田舎に住んでるとね、そういうことばっかりです。はよやっちょかな、やばいぞっていうことの方がね、いろいろどん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 予定の先に入ってくるのでやりたいと思います。はい、で切り株抜きを楽しみにしてくださってる皆さん、申し訳ないですけど、こういうことをやっていく、本当はゆるいチャンネルですので、よろしければこちらの動画もお付き合いいただけると嬉しいです。中古でもしよろしければチャンネル登録、高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。では最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。はい、今現状こんな感じです。わかりますかね、こういう枯れ枝、まあまあのサイズなんですよ。もう腕の長さぐらいのやつがですね、ボロボロ落ちてます。こんな感じで、で結構大きいやつがですね、落ちてたりして、この辺、まあ、ちょっと横に避けてありますけど、車で踏むときバキって下手したら傷つくんですよね。なのでできるだけ邪魔にならないように、こんな感じですね。この辺結構濃いですよね。で踏んだ時にですね、ブリンって上がってきて傷ついたりするので、これをちょっと処理しておきたいと思います。
りやした。やっぱり日向は暑い。ちょっと出ただけだけど、すげえ体力奪われる。いやー、小枝だけだったのでやっぱこっちの方が良かったですね。あとも葉っぱも少ないので、あの竹ぼうき使う体力がもったいないので、秘密兵器持ってきます。あの楽しみさんがいつも掃除の後に使うやつ、あれ持ってきてやります。今日こんな感じで枝はなくなったかな、大きいのは。車が通って困るようなのはなくなりましたね。で、よくご質問をいただくのですが、こっちに集めて大丈夫なんですかっていう、よくご質問っていうか、あのコメントいただくんですよね。あと畑に落として、あの来られませんみたいななんかやっぱりあの病気が入ったりとか落ち葉とかでですね、でできればボート産んでくれっていうことも言われるっていう方もいらっしゃるみたい で一応ですね、あのそっちの畑に入れるようなことはしないようにはしてます。で こっちに落ちてるのはもう自然に落ちた落ち葉なので、多分もうこのお菓子してる方も特にもうどうにもできないっていう感じだと思うんですけど、だからわざわざですね、こっち乾いたのを向こうまで飛ばすような感じはしてないです。ここまで、ここがですね、結構な、何て言ったらいいかな、このぐらい腰幅よりもちょっと広いぐらいのこう幅があるので、そこに積むようにしてます。なんで内葉がですね、腐葉土みたいになって、ここの土めっちゃふかふかですよ。あ、手で掘れるぐらい。一時掘ってたらね、ミミズが出てくると思います。だからここの土はすごい栄養価が高い気がする。なんかあの掃除してると、あら出た、ね、すぐ出るんですよここミミズもいればやっぱ土もね、あの栄養価の高いいい土になるって言いますもんね。ここ積んでるけど別に下に落ちてるっていうことはないんですよね、あんまり。だから特に問題なく毎年そうやって毎回そうやってやってます。よいしょ。じゃあちょっと秘密兵器を持ってきましょうかね。秘密兵器持ってきました。ブロワーですね。あの大きいやつ持ってこようと思ったんですけど、浜口脱ぐのがめんどくてちっちゃいの、近くにあったちっちゃいの持ってきました。わあ、量も少ないのですごい悪いでしょ。なんか切り株とかね、抜いてる時には電動工具使ったりとかね、もっと楽な、さ、なんだっけ、チェーンブロック使ったりとかできますよっていう、ね、アドバイスいただいて、全然しないのにこういう時はすぐ使うんですよ頑張ります。風が奥から吹いてるので、先はわき終わった方からやりたいと思います。
立っちゃった。やだじゃん。バッテリー変えてきます。変えてきました。全然簡単に終わらせてくれないよ。もううまくいかないね。終わりました。こんな感じになりましたよ。すっきりした。いやね、充電がね切れかけてたりね、傾きが変わったり、なんか手動でやってる方の方がすごい快適に作業ができてました。これ電動工具と相性が悪いのかもしらん。いや、すっきり。さっきですよ、この石ころが転がらなかったんですよね。どこだどこだ。で、これやっぱあの大きいのじゃないとダメかなと思ったけど、ちょっとやってみよう。これこの石ころバッテリーが弱かっただけかな。あの大きいやつだと、なんだっけ大きいやつ私なんかよく使ってる大きいやつリンクに貼ってきますね。あっちだとこういう石ころもコロコロコロって転がっていくんですけど、やっぱちっちゃいからかな。これが 18V 6 A のやつなんですよね。あ、弱いんかなと思って。バッテリーがねちょっと切れかけだったので、ちょっと飛ばしてみましょうか。飛びましたね。やっぱ充電さえすればもうほんとこれだけで十分かな。あのちょっとやっぱり地面と近づけて、その飛ばそうと思うものの近くにやらないとちょっと勢いはつかないですけど、勢いさえつけばこれで十分飛びますね。私あの大きいやつ重たくて、でしかもなんちゃいですね、一個空気を吸い込むところに洋服がこう当たってですね、こっち吸い込んでくれなくなるんですよね。わかります言ってることここから吸い込むんですよね、吐き出すんだっけ、ね、吸い込むんだよね。ここから風を吸い込んで、ここからブーって出すんですよね。でこの吸い込むところにですね、お洋服こうやってしてると重たくて、こうやって持ってペタってひっつけちゃうんですよ。ひっつけたらここも吸い込まないんですよね。だからあの大きいのね、ほんとパワーがあっていいんですけど、私には合わない。だからこっちの方がやっぱ手軽でいい。あれでも楽しさも2個使いしてますもんね、こっちと向こうと用途に合わせて使い分けてるので、あ、こう持ってるとほんと便利ね、切り株の時もなんか使えばいいんですけどね。あっちはあっちでですね、人力でやるのが楽しいのでまた次も切り株抜き頑張りますので、またその時は見てください。ということで、今日はちょっとご神木前の枝ですねがすごく落ちてて、車にちょっと傷がつきそうだったので、もうやることリストはいっぱいあるんですが、ちょっと先に終わらせておきました。もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。このチャンネル、ゆるいチャンネルですけど、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。